おままごとして。いいぜ、私も混ぜて。じゃあ織部が妻で、定義が夫、私は鬼姑め。ね、はい。は？織部さん、私はいつになったら孫の顔が見られるのかい？あらやだら、お母さんったら。誰かさんが毎晩寝室を覗きに来てちゃダメか、できるものもできないわよ。へりくつばかり言って可愛げのない。3年子なしはこの家から出ていく決まりですからね。ああ、この家は私たち夫婦でお金を出して買ったのよ。それを勝手に同居を決めて我が物顔でダメか選挙してるのはお母さんでしょ。え、何これ。ルージー、黙ってないで何とか言ってよ。あなたどっちの味方なの？定義ちゃんはいつだってママの味方よね。でもこんな育ちの悪い女と結婚したのは今でもママだ部下納得できてないのよ。おえー、子離れできないおばさんって超気のいい。なんで実況のどこに喧嘩はやめて、いじめて、声やめろってば。ダリア先生、みんなおやつよ。はーい。ねえねえ、後で長飛びしよっか。うん、私に宙飛びできるようになったの、見てみて。女の子って怖えー。